Some days it feels like radio silence plays in my mind in spaces it shouldn't be. And then you break through the lies, keep turning my eyes to the face of all that I need. And you kill the static. のアララトラベルは京都府宇治です。最後までご覧ください。まず最初のスポット、平等院に向かいます。宇治橋、日本最古級の橋。あら、京阪で来てよかったね。へー、最初のスポットは平等院です。来ました、平等院。今日は朝からすでにもうテッカテカピッカピカ、いいお天気です。ありがとうございます。まずは内部拝観のチケットを購入に行きます。内部拝観です。1人300円、時間予約制です。内部拝観が9時50分、今9時半ぐらいなので20分ぐらいあります。その前に庭園見て行きます。いきなりこうやって現れるのかっこいい。内部配管は写真とか動画は撮影禁止なので自分の目でしっかり見てきます。すごい素敵なとこ見つけました。南門ってなってました。めっちゃフォトジェニックで素敵。すんごい空が綺麗で、平等院がめっちゃ空に入る。綺麗、天気になってくれてありがとう。ぐるっと一周してきました。ミュージアムとかも入れて全部で2時間ぐらいかな、楽しませてもらいました。ありがとうございました。ご飯を食べに来ました。ここは Google マップのコメントがすごい良かったので予約してあります。楽しみです。美味しそう。私この心ランチが食べたいな。鶏天と焼き鳥。すごい。そしてこれが鶏皮で作った味噌なんですって。初めて見る。あー、美味しそう。お腹が空いたのでいただきます。つくねから美味しそう。醤油で食べるそう。お昼美味しかったです。午後はここの橋からのスタートです。朝霧橋って呼んでいいのかな。まずあの宇治橋から見た素敵な場所、ここです。朝渡ってきた宇治橋はあっち。次のスポット、宇治神社です。ウサギがたくさんいるらしいです。宇治神社が綺麗。
てるウサギの置物が3つあるんですって。残念ながらウサギ見つけられませんでした。次は世界一小さい世界遺産に行きます。見えてきました、ここです、宇治神神社。さっきの宇治神社から2分ぐらいですね。素敵、世界遺産。くちなしの花がたくさんなってます。本殿は右上でお守りください。国宝、お清め砂かな。見つけたお水です。このローストマッチャ飲んでみたいです。おいしそう、甘くない、ライトのロースト抹茶コールドアイス、美味しそうです。いただきます。全く甘くない、美味しいお茶そのもの、美味しい抹茶ロースタリー、ロータリー、抹茶ローストのところ、抹茶をローストした抹茶をいただける、すっごい美味しかったです。お土産にドレッシングとかクッキー買いました。またお邪魔したいです。では今日は帰る日なので、このまま無事駅に向かいます。